お待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。武蔵対南葛、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、武蔵、4人で中盤を構成する形になっています。極めて総合力の高い強豪と呼ぶにふさわしいチームです。攻守に堂々たる戦いぶりを見せてくれることでしょう。そしてアウェーサイド、南葛、攻守にバランスの取れたフォーメーション。キャプテン翼くんを筆頭に実力あるメンバーが揃っています。個人技とチームワークともに抜群な総合力の非常に高いチーム。さあ今始まろうとしています。今キックオフです。それ組手くん、飛行士の華麗な技だ。体を反転させかわした。鋭いスライディング、それ横をすり抜けた。武蔵、この作戦指示が功を奏するか。スライディングで止めた。岩見くん、ここで奪った。もう体ごとぶつかっていった。なんという破壊力だ。そこだ、上から抜いた。それこれで始まった。鋭いスライディング、岩見くん激しいタックル。田中くん、大きくパス、このパスは通らない。チャンスが決まった。真田くん、パスを回す。あとドリブルを見送る。上から抜いた。もうこの一撃大ガッツだ。そこだ、真正面からシュートを受け止めた。高杉くん、スペースにパスを出した。それそれそれ、鈴木くん、ここで止めた。横にかわして、ここは武蔵、ここで作戦を変えてきました。これはタッチを割ります。南葛、この位置からのスローイン。長野くん、パスを出します。はーっと奪い返した。抜かせるか。ここは抜かせません。そい、体ごとぶつかっていった。岩見くん、ここで止めた。ハチくん、横にかわして突破。これはごぼう抜きだ。ハチくん、横にかわして突破。それ鋭いスライディング。このタックルは不発に終わります。まさに走るダンプカーだ。あ、そこだ。上から抜いた。センターラインを越えて攻め込む。高杉くん、ボールを狙うも届かない。タイガーショット、なんと発進だ。先制のゴールを決めました。よし、やったぞ。タイガーショット、ここはパスに決めた。軽やかになった。まさに走るダンプカーだ。フィールドを飛び出した。これは会心のセーリング。パントキックで大きく蹴り出した。三杉くん、ここで奪った。岩見くん、スライディングで勝つ。
君、ここは抜かせません。ここからチャンスを作れるか。何、腕から抜いた、軽やかに待った、渾身のパスを味方に打つロングパスだ。三杉君素早くつなぎます。本間君、そこは力をためて強烈なシュート、大事そうに抑えた。パントキック、どこまで運べるか。おっと、攻守交代だ。三杉君、飛行士の華麗な技だ。そこ、真田、ここからセンタリング、パスを受けた。ここは抜かせません。三杉君、ボールダッシュ成功。これぞ飛行士のプレーだ。そこ、飛行士の華麗な技だ。ここしかない。これはグランドコンテンをかけてきた。これは反応しているぞ。森崎君、ボールはまだ生きている。本間君、クロスを上げた。そこだ、大技で決めた。決死のセーブでゴールを割らせない。この前に上げた、このセンタリングをものにできるか。よし、慌てて守備に戻ります。鈴木君、ここは抜かせません。真田君、ロングパスを受けます。高杉君、なんかここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。武蔵君、武蔵、1点差での折り返し、このリードを守りきることができるのでしょうか。キックオフで後半スタート。このパスのトラップ、ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート、これはロングスローだ。こぼれ球を守りした。滝沢君、横にかわして突破。三杉君、シュートだ。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。おっと、攻守交代だ。三杉君、飛行士の華麗な技だ。チャンスが来ました。岩見君、素早く横にかわす。チャンスが来ました。それ、見すぎた。センターラインを越えて攻め込む。体を反転させかわした。もらった。見すぎ君、これは手に回転をかけたスローだ。これはキャッチできない。武蔵、ここで作戦を変えてきました。体ごとぶつかっていった。高杉君、ロングパスだ。佐野君、激しいタックル、ドリブルでボールを弾む。もらった。上から抜いた。小田君、スライディングでカット、スルーパスを狙う。体ごとぶつかっていった。そこ、三杉君、体を反転させかわした。飛行機の華麗な技だ。ここしかない。僕が決めてやる。スライス回転をかけてきた。なんとか防いだ。石崎君、これをトラップ。体ごとぶつかっていった。はあ、軽やかに待った。なんという破壊力だ。もうこの一撃がゴール。タイガーショット。これは反応しているぞ。あ、防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。もうこれぞ飛行士のプレーだ。岩見君、ここで止めた。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。かわして振り切った。三杉君、ここはパスを出した。岩見君、ここで奪った。鈴田君、得意のヒールキックまで抜いた。体ごとぶつかっていった。ボールを奪った。翼君、センターラインを越えて攻め込む。三杉君、これは必殺のロングパスだ。それ高杉君、ボールを奪うことができません。ここからチャンスを作れるか。上から抜いた。ゴールを狙う。森崎君、ボールはまだ生きている。
ったよ。決まった。本間さん、逆サイドにボールを振る。そして本間くんシュート。森崎くん、これはキャッチできない。行け。体ごとぶつかっていった。本間くん、ロングボールを送る。シュート。森崎くん、ボールはまだ生きている。パスを受けた真田くん、激しいタックル。センタリングを上げた。これはキャッチできない。中里くん、ここは抜かせません。長野くん、横にかわして突破。ロングボールを送る。これはタッチを終わります。武蔵、ここでスローインを得ました。木杉くん、激しいタックル。鈴木くん、ここで止めた。始まった。やっ、上から抜いた。やっと始まった。と次々に回っていく。ゴール前に持ち込んだ。ここでタイガーショット。そこだ。森崎くん、ダイビングキャッチ。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。鈴木くん、ボールを奪った。一瞬タックルを決めた。なんという破壊力だ。あ、上から抜いた。タイガーショット。ちょっと発進だ。タイガー反応するも決まった。やった。一発の一撃でゴールをゲット。戻ったよ。よし。いや、はあ、タイガーショット。振り切った。三杉くん、激しいタック。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。ニューヒーローリーグ、全勝を成し遂げたのは東京都の強豪武蔵中だ。負けたのか。翼、すまん。俺たちが不甲斐ないばかりに。石崎君、そんなことはない。俺もみんなもいいプレーをしたけれど、今日は三杉君がそれ以上だった。やっぱりさすがだよ。勝った。僕たちが勝ったんだ。三杉さん、俺たち本当にやりましたよ。これ夢じゃないんだよな。現実だよな。はあ、夢なんかじゃない。本当に俺たちが勝ったんだ。勝った。頑張ってきて本当に良かった。泣くなって。俺も泣きそうだけどさ。難しいこと要求するなよ。けどなんか勝手にそうなってるよな。
みんな本当にありがとう。おかげで最高の舞台で最高の結果を出せた。夢を諦めなくて本当に良かった。今日の夢は美杉さんだけの夢じゃありませんよ。そうですよ、俺たちみんなの夢です。それだけ大きくなった夢を背負うんですから、美杉さんはやっぱり最高のキャプテンですよ。みんな、美杉くん、翼くん、どうしたんだい？いや、その実は俺、全国大会3連覇を成し遂げた時、もう日本に敵はいない、あとはブラジルに行ってプロになるだけだ、そう思っていたんだ。でも今日、美杉くんたちのサッカーを見て、自分がおごっていたことに気づかされた。武蔵中のすごい団結力、チームの全員から美杉くんのためにって強い思いを感じた。そして美杉くんからも、チームのみんなのためにっていう、前に戦った時とは少し違う気迫を感じた。それに比べて俺は美杉くんたちほど自分を追い込んでいなかったと思う。南葛のみんなは全国大会を通じて一回りも二回りも成長していたし、俺が美杉くんを抑えればきっと勝てるって俺自身心のどこかで思ってしまっていたんだ。翼くん、ありがとう。美杉くん、君たちのおかげで俺は自分の甘さに気づいたよ。大好きなサッカーでは誰にも負けたくない。だから慢心しないで、これからは常に努力を続けていくよ。おめでとう、美杉くん。水木君と戦えて本当に嬉しかった。またいつか必ず戦おう。次は負けないぞ。ああ、何度でも戦って一緒に成長していこう。美杉君。片桐さん、リーグ戦全勝おめでとう。そしてさっきの翼との戦いも本当に見事だった。君たちはこれからの日本サッカーに欠かせない人材だと改めて感じたよ。そんな。それで片桐さん、代表の件ですが、僕は全試合出場の条件を満たすことができませんでした。代表選手になれないことは残念ですが、今後のことを考えればコーチとしての勉強も必要だと考えています。なのでもしよろしければ今回の代表チーム、コーチとして連れて行っていただけないでしょうか。もちろん、君には代表のコーチを務めてもらうつもりだ。その席は空けてある。ありがとうございます。そして選手としての席も空けてある。え、確かに君は全試合出場の条件を満たすことはできなかった。しかし今日の試合にフル出場したことで、条件と同じだけの時間を出場している。そして今こうして元気に立っている。体の耐久力に問題はないと協会は判断した。片桐さん、それにやはり君のテクニックや戦術が、頭脳、何よりサッカーへの大きな情熱は代表に絶対に必要なものだ。美杉君、コーチ兼選手として君を代表に招集する。これは正式決定だ。僕が代表選手？ありがとうございます。と他の選手への発表はまだなのに、少し喋りすぎてしまったな。さあ閉会式が始まる。また後で会おう。はい。
国際大会の代表選考を兼ねたエキシビションのリーグ戦、ニューヒーローリーグ、今閉幕です。大会の MVP はなんと武蔵中の新1年生の彼です。このリーグで彗星のごとく現れた新星がまさにニューヒーローとなった瞬間です。そしてニューヒーローリーグを通じた優秀選手21名も発表され、武蔵中からは三杉くんと新1年生の彼が選ばれました。彼ら21名は日本代表として来月行われる国際大会に参加するため渡米することになります。日本サッカー黄金世代の彼らが世界とどう戦うか注目しましょう。集まってくれてありがとう。私が日本ジュニアユースチーム監督の三上だ。来月アメリカで行われるジュニアユースワールドチャレンジ大会、みんなはその大会に出場するチームの代表選手に選ばれた。本当に俺たちが日本代表なんですか？ああ、そうだ。俺が代表選手、夢みたいだ。3日後よりこのチームで合宿を行う。みんな準備しておいてほしい。その他の詳しいことはサッカー協会のスタッフから説明がある。私からは以上だ。水木さん、代表選出おめでとうございます。もちろんお前もな、チームメイトとして鼻が高いよ。ニューヒーローリーグも全勝したし、祝い事が多すぎて大変だな。でもこんな大変さなら大歓迎だ。二人なら代表でもレギュラーになれるさ。ありがとうみんな。でもリーグの名前の通り、君はまさにニューヒーローだったな。お前もここまで本当によく頑張ったよな。ああ、美杉さんが抜擢した選手だから大丈夫だとは思っていたけど、予想以上だったよ。お前はもう欠かせないチームの一員だ。君は僕が期待した通りの選手だったよ。君に改めてお礼を言うよ。僕が試合に出られない時、僕がチームから抜けてしまった時、チームを引っ張ってくれて本当にありがとう。みんなだけじゃない、キャプテンである僕も君に刺激を受けて随分引っ張られたよ。君は良きチームメイトで良きライバルだ。これからもお互いに切磋琢磨していこう。ああ、こちらこそよろしく頼むよ。刺激になる選手が一人でも増えることは歓迎すべきことだからね。さあ、次は代表、ついに国際大会ですね。三杉さんもお前も俺たちの代表として頑張ってきてください。二人ならきっと世界も驚かせられますよ。
よし。頼むぞ。